地獄のようなではなく、あ、夢のような、地獄のような夢のような、はい、はい、そんな弾丸の旅をしたこともあります。ラオスじゃあの、はい、有名人、ラオスだと有名人かも、ラオスだと有名人かも、東南アジア、アセアン、はい、10カ国あるんですけども、はい、この10カ国の大会のレースを巡ると、あ、はい、アセアンって言うとフィリピン、はい、フィリピン、ベトナム、はい、カンボジア、はい、ラオス、はい、タイ、はい、ミャンマー、はい、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、インドネシアだと思います。ね、はい、ちょっと2019年の9月に、10カ国コンプリートしました。はい、自分がふとこの日体いてるな、なんか大会ないかなっていう時にアジアに呼ばれてる気がして、アジアの大会出てしまう、呼ばれてる気がする気がして、はい、出てしまうこともありますね。アジアの渡り鳥、渡り鳥、ああいいですね。いいですか。はい、飛行機を見ながら走れて一番楽しいスポットですね。、はい、すごいな。次に飛行機に乗るときはどれを使うんだろうなと思いながら走ってますね。アジアを選んだ一つの理由が週末、はい、週末弾丸で行けると、弾丸で行くことができますね。はい、基本的には会社を休まなくて週末だけで行ける。行けるんですか。行けますね。シンガポールで開催されたサンダウンマラソンという大会がありました。はい、この大会は日曜日の、深夜1時ぐらいにスタートなんですけども、うん、はい、私は金曜日の夜、金曜日の夜、仕事終わりました、終わりました。羽田空港を23時台に出るエアアジアというフライトでまずマレーシアのクアラルンプールに飛びましたと。クアラルンプールからはバスを使ってシンガポールまで8時間旅をしました。で、途中観光しながら世界遺産都市を巡りながらシンガポールまで着きましたと。はい、で、着いたら夜10時ぐらいでしたので、22時にシンガポール着いた、おそらくそれくらいに着きました。で、スタートの、まあ、1時2時間ぐらい前ですので、もう宿はいらないと。午前1時からフルマラソン、はい、午前5時ぐらいまでフルマラソンを走りました。はいはい、で、私は、はい、で、そのままシンガポールのチャンゲ空港に直行しまして、はい、そこから、朝8時半か9時ぐらいの飛行機に乗って、マレーシアのクアラルンプールで、そこから乗り継いで日曜日の夜日本に帰ってきました。何時？夜10時台ですね。また10時台、はい、だから48時間でマラソン走って帰ってきましたね。はい、次の日は、次の日は何もうなんとなく、もう当たり前のように出社をしていつも通りの生活をしております。へえ、はい、これからやる練習はどんな意味があるんでしょう。はい、今からですね、この河川敷にかかる橋、はい、階段を駆け上がります。駆け上がり走。おお、駆け上がり走ですけども、これは心肺を鍛えるというところと、はい、あとはしっかり足を上げて足を鍛える、うん、あとはアジア、アセアンのですね、蒸し暑い気候に耐えられるような、おうおう、こういう精神力を鍛えるというところを目的にしております。心肺機能と精神力と。そうですね、だいたいいつも10本、駆け上がるということをやらせていただきます。わかりました、はい、じゃあ見せてください。はい、では行ってまいります。はい、参加費ってどのくらいなんですか。参加費は大会によりますが、一番安いと日本円で3000円ぐらいからですね。安いですね。宿泊も込みで、はい、5万円いかないと思います。安い、5万円いかないと、いかないと思います。はい、そのアジアの大会、賞金が出るんですね。おで、これを表彰式で渡されるわけ。表彰式で渡されます。あ、こうゼロがたくさんついた。本当だね、はい、これは10万キープ札ですね。10万キープ、はい、8000円ぐらいいただきました。首都ではなくて地方都市で開催される大会が面白いと思います。狙い目としては、狙い目としては観光とやはりレースでの、順位、こういうところだと思いますね。
両立しますもんね。両立しますね。行ったことがない、はい、地方都市を巡れて、あのそこにしかない魅力があり、はい、プラス順位もついてくると、はい、ですね、今私考えているのは旧ソ連、はい、日本のところロシアのウラジストクマラソン と、はいはい、あとカザフスタンのアスタナマラソン、この2つを走りましたので、はい、あもうすでに走ってるんだ、はい、こっから先そのエリアをどこを選ぼうか、うん、かなりこれはハードルが高い、ハードルが高くなりますね、やはり日本から遠くなる国ばかりだと思いますので、はい、これはじゃあ、はい、若干会社にもこう認めてもらわないといけない、そこは、まあ、私のうまくこうフライトを取って弾丸できるプランがあるんじゃないかというところを探してみたいなと。ここも弾丸で行こうとしてるの？弾丸で、まず弾丸できるかどうか、はい、そこからチャレンジをしてみたいなと思ってます。